オペルレコルト、レコルト、レイコートは、ドイツの自動車メーカーオペルが1953年から1986年まで生産したドイツの代表的な中型車である。日本にも1970年代前半までは、当時の輸入総代理店、東方モーターズによって多数が輸入されたが、その当時はレコードと英語読みされることが多かった。 1953年3月に第二次世界大戦前の1935年から作られていたオリンピアの後継者として登場し、1957年までに58万台が生産された。フェンダーが車体から独立していない戦後型スタイルをオペルでは初めて採用した。車体が大型化され、前後窓が当時のアメリカ車の流行に沿った。 ラップアラウンドウィンドウとなった。オリマットと呼ばれた自動クラッチも1960年モデルから装備可能となった。ニアボックスがフルシンクロされたのも欧州車では最も早かった。オリンピアがつかない初のオペルレコルト。ホイールベースはそのままボディサイズがさらに拡大され、ラップアラウンドウィンドウは廃止され、ボディ外反も一新された。ボディタイプとしては2.4度はセダン。 サンドアのワゴン版、ピックアップトラックがあった。1961年8月には2ドアクーペ、1962年には豪華な L バージョン、圧縮比を高め60馬力とした 1700S エンジンが追加され、4足フロアシフトも選択可能になった。当時のドイツでの販売価格は6545から770 77マルク。 787,684台が生産された。ボディは一新され、ホイールベースも 2,620mm に延長された。レコルト A のボディタイプも2.4ドアセダン、3ドアのワゴン版、ピックアップトラック、そして2ドアクーペとなった。エンジンの種類は 1,500cc50 馬力1,700。 cc 60馬力 1700s67 馬力であったが、1964年には、後のコモドーレの先行車種とも言うべき、カピテーンの直列6気筒 2600cc100 馬力エンジンを搭載し、最高速度時速 160km 以上を出す、レコルト L-6 も追加された。当時のドイツでの販売価格は6830-9370マルク。 200マルクのオプションで、前輪ディスクブレーキ、同じく180マルクで4速フロアシフトが選べた。レコルト A は885,292台が生産された。レコルト B の車体は A のマイナーチェンジに過ぎなかったが、エンジンが新設計の最チェシーに一新された、1492cc60 馬力、1698cc75 馬力、 1897cc90 バリこのエンジンは C カムインヘッドの E エンジンと呼ばれ、1986年の最後のレコルトまで継承された。ただし 2600cc エンジンは従来と同じであった。車体バリエーションは A と変わらず、当時のドイツでの販売価格は6980の9570マルクと若干値上げされた。 95マルクでサーボ付けブレーキが950マルクでオートマチックが装備可能となった29万6771台が生産された127万6681台が生産され最も成功を収めたシリーズである信頼性が高く室内は明るく広く流行のコークボトルラインを取り入れたスタイルが好評であった ボディタイプは2.4ドアセダン、3.5ドアアゴン、5ドアは、新登場、2ドアハードトップクーペ、デリバリー版であり、エンジンバリエーションは 1492cc58 馬力、その後60馬力に、1698cc、60から66馬力75馬力、1897cc90.106 馬力、レコルトスプリントクーペ専用。 そして1967から1968年のみ、存在した 2239cc95 馬力があった。当時のドイツでの販売価格は7630の9775マルクであった。なお6く機動車は1968年以降、コモドーレとして独立した。レコルト C は、ベルギーと南アフリカでは、丸型4灯式ヘッドライトが与えられて、 オペルレインジャーとして生産された。ブラジルでは丸型二等式ヘッドライトとアメリカ社的なフロントデザインに改変されて、シボレーをパラ、4気筒 2500cc と6気筒 4100cc エンジンとして、6気筒搭載型は、コモドーロ、ディプロマータとして、ビッグマイナーチェンジを繰り返し1992年まで生産された。 日本でもレコルト C は最も一般に親しまれたオペル社であった。東方モーターズの車両提供により、宇津井県主演のテレビドラマ、ザ・ガードマンに登場し、広く親しまれた。この背景には、レコルト C の全幅が 1755mm とも、ナンバー枠を 55mm 超えていたため、東方がオペルに、日本使用者の車服を狭く改造する、要要請。 その代わりに仕入れ台数を増やさざるを得なくなったため、大々的な反則活動が必要になったという事情があった。レコルト D は約110万台生産されたが、D がディーゼルエンジン車と誤解されやすいためセールスツールではしばしばレコルト E と表記された。ガソリンエンジンは 1897cc、1698cc。 2068cc の3種類で、2068cc ディーゼルエンジンも初めて追加された。ボディタイプは2.4ドアセダン、3.5ドアワゴン、2ドアクーペ、ピラー付けに戻ったがあり、豪華バージョンとしてベルギーナが登場した。ベルギー製、レインジャー、6気筒版もあったも同時にモデルチェンジされ、1976年まで、主にベネルクス3国で売られた。 南アフリカでも、シボレー2500.38004100として、生産された。韓国では、イブ自動車、現、韓国 GM の前身である、GM コリアによって、レコード1900として、ノックダウン生産された、出展。1975年を最後に、親会社 GM の方針によりオペルは、台米輸出を中止した、その後は、 イスズジェミニがオペルバイイスズとして輸出された。このために本向け排気ガス対策を行うベースとなるエンジンがなくなってしまい、レコルトを含むオペル各社の日本への輸出は1976年をもって中止された。最盛期の1950から1960年代前半にはフォルクスワーゲンに次ぐ人気を誇ったレコルトの輸入中止により空白となった日本市場は、 アウディと BMW にとって変わられ、1980年代半ばの輸入再開後も、オペルのミッドサイズは、湿地回復できなかった。最後のレコルトである E は、1977から1982年の E1 と1982から1986年の E2 に分けられる。オペルの主力車種はより小型のカデットアスコナになっており、 CD 時代のような人気はなかったが9年間かけて140万台以上が生産された。英国ボックスホールのビクターとの車種統合が行われ、1979年からボックスホールカールトンとしてフロントエンドを変えて生産されたが、E2 以降はバッチ類以外は全く同じ車となった。なお、レコルト E のチーフデザイナーは日本人の小玉秀夫である。 E2 は、オペル輸入を再開した東方モーターズによって、若干数日本にも輸入されたが、少数輸入枠による輸入で絶対数が少ないため、価格設定がより上級の BMW5 シリーズ並みになってしまい、ほとんど売れなかった。1986年のモデルチェンジに際して、オメガに改名され、30年以上続いたレコルトの名は、消滅した レコルト E2 の2リッターモデル2台は、南アフリカ共和国、デルタ社のスタッフの運転により、1988年5月18日から365日間に、渡り、同国 KF 州、当時でダートコースも含む路上を、大きなトラブルなく連続走行した。記録樹立にあたっては、南アフリカ自動車協会の立ち会いを得、 1989年5月までの最終的な累計走行距離は 573,029km 万30に達した1日あたり 1,500km から 1,600km を走破した計算になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。